私のアナザースカイインパリス。こんにちは、空中部です。空中部です。ドドチューです。どこに行くんですか今から。デプレに、サンデルマンデプレに、まずノートルダム寺院を目指しまして、寺院に行きます。セーヌ川を拝み、拝み、洗礼を受け、で、いろいろ回り、はい、回り、聖地を回り、聖地巡り、終点はボン・マルシェ。ボン・マルシェ。今日ショッピングね。ボンのマルシェ、ボンのマルシェさんに行って食材調達して、ショッピング&、セーヌ川渡り、ガレット食べ、はい、そうだ忘れた、はい、コーディネート組んでる、工程が決まってますね。クーディネーター。でもさ、それをさ、今日のやつって本当は昨日全部やる予定だったじゃないですか。無理だよ。無理でしたね。無理だと思ってたもん。でもきっと今日の4時頃はみんな一回ヘドロみたいになると思う。一旦ヘドロ入ります。それぐらいにその時報告します。一旦ヘドロ入ります。そうだね。イエーイ、ホームにやってまいりました。タカさんがここ、わあ、かわいい、やばい、ここ、すいません、私が来たかったの。やばいやばいやばい。日本で買えるのに。買いましょう。日本で買えるんだよ。ここでしか買えないものとかもあるんですか。あるかな、わかんない。この色見たことない。やばくない？かわいい。かわいくない？この内装が見たくて。そうだね。というよりはこのインテリアが見たくて、はい、来たかったの。買うつもりはさらさらなかったし、買うつもりは今もない。これとか超かわいいんだけど。これはでもなんか、あ、でも裏黄色くなってる。黄色いの見たことないね。ベルトが黄色い。サングラスケースもかわいい。これでいいくらいだ。Is that custom? Like the alphabet? Yeah, of course. We have、almost every letters.、Mm-hmm. And actually, for the Python lesson, you have two choices. You can also do it like this. Okay. Or like some symbols. Like and also some smaller letters. Cute. でもこれよりこのワッペンがかわいいよね。確かに。はい、かわいい。かわいい。入れてみてください、サングラス。あ、ぴったんこ。ぴったんこ簡単。カンカン。ピタゴラスイッチ。かわいい。ね、めっちゃかわいくない？ピンク。これってくっつけてくれんのかな、こうやって。見せてください。かわいい。かわいくない？かわいくない。でもこの色かわいくない？ Then with the red canvas, I have like navy and these colors. やんやん。やんやん。やんやん。かわいい。選べない。やんやん。これにした。赤。赤。D。D。かわいすぎなんだが。似合います、めちゃくちゃ。嘘。うん。あの、大きいトランクケースみたいなのやばい。超かわいい。これ、うん、おしゃれすぎだろ。あ、マジで。This one is 230. 欲しい。買おうかな。さすがっす。I'll take it. Do you want another one? Yeah. Cute. Thank you, baby. You're welcome. Hi.ハイテンションです。Ha ha ha!
てまいりました。早速入ってみたい。グラスがなんかここが太かったり今日かな、ね、あれ違うな。私が持ってる香りがない、売ってない。めっちゃなんかお香みたいな香りがしてすごいいいんだけど。店内もお香匂いするよね、うん。買っちゃいましたの、買っちゃいました。買っちゃった。満足ですね。ね、I'm so happy。 ドタバタガキ。You don't stop。 あ、これは間違いないですね。うん、おいしい。マフィアやな。私ね、塩キャラメルのアイスめっちゃ好きなんですよ。いきますね。はい、塩。美味しい。ここある。愛をください。おお。席がください。席ありました。噂によると、はい、ヘドロ始まったって聞いたんです。私一旦ヘドロ入ります。もう、なんかその時差と、なんかこう時空と、なんかあとホルモンバランスとなんかいろんなものがもう入体体内に入りすぎて、はい、ヘドロのように疲れてドロドロに疲れるっていうのをヘドロって言うんですよ。いつもだいたいこれくらいの時間に時間にヘドロ入るんです。一旦私ヘドロ入りますって言うんですけど、そのままヘドロ入ったままだいたい夕方の7時にもう爆睡が始まったりもするんですけど、なんかさすがにもう5日目なんで、はい、もったいないじゃないですか、ずっと7時にヘドロ入ってそのまま寝るのは、はいはい、だからちょっとずつ時間調整して、はい、今とかは大丈夫なんだけど、はい、じゃないとさ、なんか1日、本当昨日まで行くだけで終わったし、はい、すぐ終わっちゃいますよね。もう1つのエリアで終わっちゃうんだよね。だからもうヘドロとおさらばしたいんですけど、もうちょっと今一旦ヘドロ入って。わかりました。着きました。みんなが大好きポアランドクッキー買いに来ました。これでお土産は多分大丈夫です。はい、いらっしゃい。テーブルクロス、買おうかな。テーブルクロス37、めっちゃデロデロしてる。テーブルクロスは持ってます。この素材がリネンですごい綺麗。26って書いてある。26か。エコバーガー、エコバーガー、エコバーガー、かわいいじゃん。これはかわいい。高そう。 How much? 42。 29。 29。 エコバッカーとしては、エコバッカー、あ、エコバッカー。やば、エコバッカー見に行く。これは、これは、これは、これだっけな。あ、でもレッドグレープジュースだからこれめっちゃ美味しいの。ね、普通に私東京で飲む。ね、売ってるんですか。あの、うん、炭酸と割って飲む。美味しそう。お土産にいいかも。はい。私はね、
雨は降らめっちゃ良かった。足寝る、精神ヘドロってる。で、ゴムも、ね、ゴムも寝る。知り合われてる。